こんにちは、亀仙人です。違うか。テクテク歩いて行こう。違うよ。違う。タンクポップかっくんですよね。はい。この度は皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何がありがとうございますかって。仙人だよね。あ、それにかけてたんだ。何が仙人だって。あ、気づかなかった、ごめんね。あ、ギャグだったんだね。はい、全然面白くないし、なんかもう中途半端だしよく分かんなかったんだけど、はい、何が仙人かって。そう、皆様のおかげをもちまして、はい、このはい、タンクポップ YouTube チャンネルのチャンネル登録者数が1000人になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に強引にですね、これ断れないやつですとか言って、はい、いろんな方に、うん、もう怪しかろうがなんだろうが、はいはいはい、もう人って必死になるとこうなるんですねっていう、ね、うん、はい、感じになりまして、うん、これいろんなドラマはあったんですけれども、はい、まあ私も過去のすごい久しぶりな方にお問い合わせさせていただいたり、はい、あとはお店の方だったり、うん、その私たち応援してくださってる皆さんが、はい、私たちのちょっともう知り合いに慣れてない方に、うんうんうん、もうご家族とか友達とか、なんかいろんなところに声かけてくださったり、はい、あとはフィニッシュに一番近づいたのは、うん、越谷わざはくのわざびと交流会、はい、そうでしたね。ですかね、うん、ちょうどそれもね、うん、9月2日のデビュー記念日、はい、9月2日のデビュー記念日に、うん、チャンネル登録者数が1000人になることができました、うんうん、はい、はい、しかも、うん、わざびと交流会では、はい、990ちょっと、そうでしたね、6とか7とかだったのかな、6ぐらい、5かとか6で、うん、はい、某高橋ひろみさんとかが、うん、もう最後の方とか、この中でチャンネル登録してない人誰ですかいないですよねみたいなね。ほんとね、なんだろう、私たちさ最初は、うん、遠慮してたじゃない、はいはい、ここはそういう場じゃないと、うん、うん、でそもそも遠慮してたのに、なんかさ、もうサプライズで私たちの7周年をお祝いしようってムードを、はい、サプライズでお花ね、用意してくださって作ってくださって、はい、それもなんかもう感無量になってて、はい、でちょっとお声かけできる方にお願いした状態だったのに、うん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 、最後の方みんなが結構一体になって、はい、ね、うん、まだしてない人ってまだいるんじゃないとかって、はい、あ、もういないかみたいになって、はい、うん、でもさすがにもういなくて、そこは終わりになって、はい、私たちの生放送じゃないや、収録放送を帰って、はい、うん、私はその時もちょっとぐったりしててさ、うんうんうん、っつって、あ、でもあとさ4人足りない、あ、5人かな、なんか足りないとかって言って、はい、もうちょっと街に繰り出そうってなって、うん、そうね。それでさ、なんかその間も2人登録しましたとかってさ、うん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 、声かけてくださった方もいたりして、はい、あと3人になったんだよ、うん、でそのうちの1人はカップルでなんかこうデートの最中だよね、はいはいはい、うん、ですいませんとか言ってさで彼女さんの方がいいですよとかっておっしゃってくださってすぐ登録してくれて、うん、はい、あと2人になった時に、うん、こうすごく真面目そうな、あ、そうだったね、真面目で可愛らしい感じの女学生がちょうどいて、うんはい、こうなんかね、大人としてその話しかけちゃいけないのかもしれないけど、うんうんうん、もうほんと丁寧に、はい、っつってこういう状況ですって言って、うん、ね、チラシも渡して、ね、そうそうそう、こういうことやってる2人組です、そう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 、はい、お願いできませんかって言ったら、うん、あっつって、はい、でさ、おめでとうございますとかって言ってくれて、うん、で私たちなんかお返ししたくて、はい、何もなんか差し上げるものもないとかって、お金渡すのもなんだからさ、学生だしさ、うん、学生じゃなくてもそうなんだけどさ、なんかうーって思って、ちょうどね、続く先生ごめんなさい、先生の作ったネギが
ね、まずここに1本入っていて。そう、ネギがあったからちょっとこれもしよろしければって言ったらすごいウケてて、あーとか言ってすごいとか言ってね、いきなりネギを渡されてもね、あのまあ本物じゃないですけどね。これご覧になれてるとしたら本当その時の、はい、ありがとうございます、ね、あの彼女たち、うん、ありがとうございま す。というか本当に私たちまだお会いしたことない方が、はい、登録してくれたことによって見てくださってるかもしれない、うん、あの、はい、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。ということで、うん、そのちょっと戻って、はい、わさびと交流会の時に、うん、花束は、はい、多分あれあの観光協会さんとまちづくり講師会さんのトップが、はい、うんうんうん、あのあそうしようよって言ってくれたみたいで、はい、うん、まあ、わさびと交流会としてくれたんだけど、はい、うん、多分個人的に越谷 FM さんの局長で、うん、はい、はい、小文字で SAKO さこさん、そう、はい、から、うん、これ皆さんまずこれで ぶどうね、はい、ぶどうとで缶ですよね、うん、でこれで、はい、ぶどう缶叶えてねって言いながら、はい、うん、おめでとうって言ってくれて、本当そこさんありがとうございます。でね、これ今抜いちゃいましたけど、はい、このな7周年7歳のろうそくのね、はい、これついてたの、ついてた、入ってたよ。そっか、その時やればよかったんだけど、そうね、それ気づけなかったね、はい、じゃあちょっとこれ今やりますか。初めて私、ぶどうにろうそく、ぶどう、こういう状況になります。7周年、7周年だから、まあ、7歳、うん、ね、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタンクポップ7歳 Happy birthday to we せーの、おおめでとう私たちってことで、はい、ありがとうございます。じゃあ噛んで、はい、これも一応ぶどう噛んだ、これ自体がもうぶどう、はじけてグレープソーダ、ぶどうの缶ね、うん、これをじゃあこれ今振ってない、大丈夫、シューってえなっちゃう、わかんない、まあ、なったらなったら、なったらでもかっくんちだけど、あ、せーせーせー、はい、はい、じゃあこれからもいただきますね、皆さんよろしくお願いします。乾杯、乾杯。あ、弾けますね、ほんとグレープ、ありがとうございます。あのさ、カックさ、はい、一つさ、うん、気づいちゃったことがあるんだけど言っていい？はい、何でしょう。あの、私たちチャンネル登録者数ゾロ目の時に、うん、記念の歌作ってたじゃないですか、はい、で999が通り越しちゃったってわけなの。あ、そうだね、うん、作る間もなくいいことで、うん、ね、でも私ちょっとなんとなく今できてるんだけど、はい、999で磨く感じ、磨く歌、キュッ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 、磨けば光るよ、キュッ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 みんなでいい感じ、キュッキュッキュッ、これいい、これ、ね、なんか分からずにキュッ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 キュ言ってましたけどね、これで許してもらえますか。あ、解除しないでお願い、解除するぐらいだったらちゃんともう一回作るんで、はい、はいはい、ということでどうですか、かっくん、改めて編集本当に全部かっくんなわけなんだけれども、はい、あの、そうね、最初の動画でさ、うん、なんか調子こいてね、もう3ヶ月前で1000人とか集まるよとか言ってましたけど、言ってましたね、調子こいて、まあそんなことはないですよ、ビッグマウスがね、うん、なんだかんだやっぱり3年、うん、まあ、丸3年はかかってないですけど、うん、やっぱりその1000人が安定してね、まあ収益化とか考えると、あと再生時間とかね、まだいろいろ条件はあるんですけど、
まあ、半分ぐらいってとこみたい。そうね、再生時間足りないのは、うんうん、でもそんなもんだよね。そう、うん、あのこれさ、始めたきっかけがそれこそ、うん、武道館を叶えたいって、はい、いきなり言い出したことにより、うん、武道館に入る人数考えると、はい、今いる人たち以外の人が私たちを応援してくれる状態になんないと、そう、まあ1万人1万5千人入れるとなるとね。そう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 、うん、だからとりあえずお祭りとか出まくるなり、うん、もうちょっと発信して知ってもらわないとダメだとなって、はい、うん、YouTube 一つやってないねってことになって始めたんだよ、うん、そうでしたね、ね、その証拠に、うん、はい、こう第1回目か2回目ぐらいの動画で、うん、あの武道館やった、叶えたっていう、先に喜ぶみたいな動画が上がってます、うん、掘ってください、はいはい、ね、でそういう大きなことを言い出したことによって、うん、コツコツと始めて、はい、でまあ高いところを目指すのはそれでいいんだけど、うん、現実的なところを、うん、あ、50人行った、100人行った、ね、300人行ったとか、うん、はい、私たちで言うとそのゾロ目にこだわって、うん、ゴーゴーゴーとかさ、はい、あの石田さんに動画作ってもらったりとかさ、666777とかさ、はい、7丁目の祭りの時とか ね、いろんなドラマがあって、はい、だから改めてさ、すごい高い目標と、うん、ちょっと手の届きそうなところを、はいはい、やっぱダブルで、うん、ここが大事なのが、もうすごい楽しみながらやっていく。そうだね、うんうん、なんかまあ苦しい、まあ編集は大変だったからさ、かっくんがね、うんうん、私はなんかこれに関しては苦しみ一個もないからさね、ほんといつもありがとうことなんですけど、いえいえ、はい、はい、そうね、今日さ、越谷ベースカフェさんに行ってさ、はい、あのおめでとうございますとかって言われながら、うん、次の目標何ですかってさ、あ、若いから、ね、若いからさ、はい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 、すぐ言われたよね、うん、1500ですねって簡単に言ってくれるよ簡単に言ってくれるよみたいな、 そうですねみたいな、うん、そうね、そう、500の大変ささ、はい、痛感してるけど、うん、けど1000ができたんだから、うん、あのその叶え方はなんとなくさ、うん、うちらの動画っていろんなジャンルバラバラなもの載ってるから、ね、バズりづらい、うん、ということは、はい、その行動しまくるしかないっていうのを分かってるので、そんな風に過ごしていけばいいのかなと。はい、そうですね、はい、はい、ぶどう食べるじゃん。ぶどう食べましょうかということでね、はい、今後もこのチャンネル、はい、応援していただければなと思っております。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとう。ポンポンポポポンポンポンポポポン、膨らむぞ膨らむぞ、もっともっともっと膨らむぞ、胸いっぱいに夢いっぱいに、ポンポンポポポンポンポンポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。